はい、皆さんこんばんは、あなたの一歩ラジオの時間です。時刻は日曜日の19時を回りました。主政クラブ昼の沖縄会場公認あなたの一歩ラジオ、私はここで勇気を出して前に進んだの時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きし、現在成功している方でも、必ず様々な困難がありターニングポイントがあります。過去、現在、そして今後どうしていきたいか、未来ですね、お聞きして、リスナーのあなたの一歩、リスナーの皆さん、あなたの一歩なきっかけにしていただきたいという思いからお届けしております。 MC はですね、株式会社一歩前の伊達ちゃんです。皆さんどうぞよろしくお願いします。この番組はですね、各社様のご協賛によりお届けさせていただいております。 CM は後ほどね、お送りさせていただこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして、この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワンより13 19時30分まで、放送させていただきます。皆さん最後までお付き合いください。そして、ね、最後にはですね、また今日お越しいただいているゲストさんからのご紹介いただいている方のですね、発表がありますので、ぜひですね最後までお付き合いください。さあ、この番組はですね、 SNS でも配信しております。 FM ギノワンの YouTube チャンネル、 FM ギノワンのホームページ、そしてですね、私伊達ちゃんのですね YouTube チャンネルもですね、でも、放送させていただきますので、聞き逃しされた方はですね、後ほど、またいただければと思います。 YouTube チャンネルのチャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いいたします。またサイマル放送も行っておりますので、スマホを聞く場合、アプリイスラジかマイチューンラジオをダウンロードしていただいたら、全国でこのラジオを放送を楽しむことができますので、皆さんの視聴しやすい環境に合わせて番組にご参加してください。ということで、本日のですね、ゲストさん、今日3回目になりますね。3回目なんですけども、ご紹介させていただきます。合同会社アンドンの門江社長でございます。門江さん、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。門江明彦さんですよね。はい、秋ちゃんとこう呼んでますけどもね。はい、門江さんはですね、合同会社アンドンの会社をですね経営されていらっしゃいまして、まあ2020年ですね、から実際開業ですね、開始されていらっしゃいまして、はい、で、はい、ウェブ制作とか SNS の運用とか、まあ、コーヒーの豆の販売であったりとか、はい、整いカフェをですね、イベント、開催されたりとか、まあ、レンタルスペースとかされてらっしゃる、門江明彦さんなんですけど、僕のね、インスタも、お手伝いしていただいてて、本当にこうですね、いろんな方の人脈をつなげていただく、なんか、お会いして1年ですかぐらいですよね、多分ね。そうです。はい。なんですけど、すごく僕は、最近、仲良くさせていただいて、すごい、こう、なんか、年下なんだけど、お兄ちゃんみたいな。僕がお兄ちゃんですよ。していただいてます。ありがとうございます、門江さん。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。門江さんは、今ね、アンドンっていう会社をですね、2020年からしてらっしゃるんですけど、まあ、今、この会社に、をされる、こう、至った経緯であったりとか、もともと沖縄の方じゃないんですよね。そうですね。出身は、はい、熊本です。ですよね。で、まあ、熊本で、まあ、ご育ちになられて、今、こちらに、こう、来て、会社を経営されるっていうところまでの至った、まあ、経緯というか、もうお聞きしたいなと思うんですけど、まあ、そもそもまず、門江さんもなんかね、今、人のために、と、こうなんか、まあ、BNI も入ってらっしゃるので、ギバーズゲインって人に与えるっていうことをね、はい、メインでやってらっしゃるの、本当に僕は痛感してるんですけど、もともとそんなにあれですか、人に対して、こう、与えるっていうふうな形の人なんですか、もともと。いや、もともとは、本当にそんなことができなくて、自己表現がすごい苦手な子供だったんですよね。だから、人に与えるっていうとこどころか、人とのコミュニケーションすらもかなり不得意な、なんか子供だったんじゃないかなと思ってますね。その、熊本で、まあ、生い立ちを聞きすると、熊本で高校まで行った感じですか？父が郵便局で、2年おきに転勤してたんで、九州の熊本、福岡、熊本、鹿児島みたいな感じで、ずっと熊本ハサミで2年おきにずっと転勤してたんで、うんうんうん、なんかどこで育ったって言われるとちょっと難しいんですけど。
はい。そんじなゃあ、感じで。一応、九州で。あ、なるほど。はい。で、じゃあ、高校、まあ、あちゃこちゃ行かれて、はい。で、高校、大学も行かれたんですか？大学行ってないですね。大学に行くときに、この指定校推薦をもらってたんですけど、公共の面前で喧嘩をしまして、それで喧指定嘩。校推薦が取り消しになり、おかげさまで、自衛隊にと。お母ちゃん、ちょ、公共の面前で喧嘩をして取り消しになるとかさっと言いましたけど、まあまあよね、まあままあまあっすね。あ。まあまあでしたけど、でもおかげさまで、おかげさまでってか、だから、はい、今あるのは本当になんかこう、まあいい言い方をすると、被害者の方もいらっしゃると思うので、あれなんですけど、いい言い方をすると非常に導かれて、今ここにいるなと思いなるほど。その自ます。はい。衛隊はもう沖縄に、で配属なんですか？そうっす、そう、ちょっと、いろいろと端折ると、まあ、このいろいろまた自衛隊でもいろいろ、悪いことばっかりしてたので、そこで、まあ、沖縄行ってこいってなって、沖縄に来て、はい、っていう感じでしたね。あ、じゃあ沖縄には、なんかその、何かでこう楽しくて来たとか、転勤で来たとかって言うんじゃなくて、まあ、島流しみたいな感じでも沖縄に来るみたいな。もう、いや、なんか、沖縄が島なくじゃなかったんですけど、なんかこの、どっか行けみたいな。どこか行けと。お前、ここじゃダメだみたいな感じでした。はい。だから、もう本当に、なんかまあ、いい言い方をすると導かれた。まあ、いい言い方ですね。導かれたいね。ろんなね。しかも、導かれた自衛隊の場所が、ニライカナイのすぐ近くみたいな、はい、そうですね。ですね。だから、なおのこと導はかれてると。い。導かれましたね。はい。で、まあ、今、ちょっとその生い立ちの方をお聞きしてるんですけども、今、はい。お父さんおいくつなんですか？今36です。36歳。はい。で、ね、この番組に関しては、まあ今、門井さんね、会社の経営も実際してらっしゃって、いろんな方にも慕われてなんですけど、まあリスナーの方に何かの一歩になればということなんですけど、このターニングポイント。まあそはい。の、公共の面前でね、やんちゃされたりとか、ちょっとお前もうどっか行けって言われる門井さんなわけですね。で、はい。まあ何かのターニングポイントあったんですけど、以前がこんな感じだったのが、まあどんなターニングポイントがあって、ちょっとこんな気持ちの変化がありました。なんかそんなことをお聞きしたいんですけど、以前はやんちゃしてるとかそんなんて、どんなタイプの子で、どんな気持ちだった感じなんですかね。どんなタイプの子だった。まあ、一応、その喧嘩っていうのが正直、めちゃくちゃ大きいターニングポイントの一つで。喧嘩。それは、内地でのその喧嘩。そうです、そうです。自衛隊ので、内地での喧嘩。自衛隊の時の喧嘩もターニングポイントでしたけど、一番はでも、その高校卒業の前の、この指定校推薦取り消しになったところがすごい大きくて。で、まあ大学、もそもそも、さっき話したみたいに自己表現ができない子供だったんですね。引っ込み思案でしたし、仲間内からどちらかと言ったら馬鹿にされるような子供だったので。で、その時に、まあたまたまこの、どうしても自分の中でイラッとして我慢できなかったことを、まあ行動に移したら、まあ、なんですかね、それが喧嘩だったんですけど、イラッとして思わず後ろから相手蹴り上げたんですね。で、後それろがからもう蹴り上げた。頭の方にこの当たって、その彼がこの具合が悪くなっちゃって、救急車で運ばれちゃったっていう事件があったんですけど、その時に、まあやったことはものすごい悪いことなんですけど、今までこの誰も注目してくれなかった僕に、いきなり人の視線がバンと集まって、なんかよくやったなじゃないですけど、なんかまあ、よくやったなっていう言い方はちょっとあれですけど、なんかでも、なんかこう、まあ、今まで何もしないんだろ、こいつはと思ってたやつが一目置かれるようになり、やっぱ人は行動をすれば、何かこの、なんですかね、自分を見てくれるんだなっていうことに気づきがあって、なんかそこから、なんかこの、今までは何かあっても発言できない僕だった。けど、なんか気づきがあった時に発言ができたりとか、なんか人のためにこんなのを、とかって思った時に、ちょっとそれこそ一歩前に行けるようなご宣伝ありがとうございます。株式会社一歩前にしようかなと思ったぐらい社名をですまあ、それは違う、それは違う。ね。まあまあ、でもあれですね。じゃあ、ちょっとその引っ込み思案だったりだとか、その静かなタイプで、周りの子からするとね、あんまり、まあ、いじめられっ子じゃないと思いますけど、
そういう子だったのが、ちょっと行動して、まあ、その、ね、喧嘩で、まあ、子供はちょっと置いといたとして、行動したことによって、何かしらの、まあ、注目を浴びるっていうか、何かの変化があったっていうことっていうことなんですね。なるほど。そうですね。で、その、では、その、することによって、まあ、行動して脚光を浴びることによって、行動するってことは大事だなってことに気づいたってことですか？そうですね、そうですね。ああ、なるほど。まあ、ただ、行動するっていうのっていうのは、その、いい行動ではないじゃないじゃないですか。その言葉に関して言うと。はい。じゃあ、今もその行動するっていうのが、後ろから毎回蹴り上げてるわけじゃないじゃないですか。そうですね、そうですね。それ大変なことになると思うんですよ、ね。一応、はい。はい、一応そういうことで。で、まあ、なんか行動した方がいいっていうことに気づいた、まあ、門江明彦さんなんですけど、まあ、そこからちょっとどっか行けと。って言って、沖縄の、自衛隊にこう配属になったと。で、はい、配属になって、またそこでもなんか気づきがあったりとかってしてるんですか？そうですね。まあ自衛隊もまあそれこそいろいろ失敗を繰り返しながら進みまして、うん、で、まあそこからある企業に入って、はい、沖縄の大手メガネ店に入りまして、うんうん、そこでもまあコロナですか、それこそ何かあった時に発言したり一歩前に出るっていう癖がついてたので、なんかそこで、成績はすごい出てたんですね。うんうんうん。でも、それこそさっき話してた、僕は、まあ、いじめられっ子かどうかって言われたら、もしかしたらいじめられたかもしれないぐらい、そのぐらいどちらかと言ったら暗い子だったので、それを覆い隠すかのように、当時、ごめんなさい、ちょっと今日はこう、金色に見えますけど、本当は金じゃなくて、ちゃんと茶髪なので、当時こっちにラインとかも入ってましたし、ゴールドのメガネかけて。エグザイルみたいじゃん。はい。あ、もう、はい、もう本当にビトンのネクタイ締めて、ビトンのバッグ持って出勤するような20歳ぐらいだったんですね。嫌だね、そいつ。嫌っすね、嫌っすね。もうで、ドルガバのベルトつけて、みたいな感じの、なんですかね。で、それでも売り上げ出てるから別にいいだろうみたいな感じの、ふてぶてしい態度、うんうんうん。でも成績出てるからいいじゃんと思ってやってたんですけど、うんうん、そこに、まあ、沖縄のこの MSI っていうこの研修があるんですけど、そこに行った時に、なんですかね、それをやってる僕っていうのは、その学生の頃のイケてない僕を覆い隠すためのカモフラージュだったんだなっていうことに気がついたんですね。おで、なんか要は誰にも攻撃されないために守ってる。攻撃して。はい。その僕が強そうな僕っていうのはそうなんだっていうことに、まあいろいろなんで今こんな行動してるのかみたいないろんな問いかけがある中でそれに気づいて、うん、で、それを今まで誰にも言えなかったんですね。当時はそこの部分を見られたら人からまた攻撃される、意地悪されると思ってたから、それを言えなかったんですけど、それを初めてその一言を声かけたときに、実は僕はこんな人間じゃないと。首にも数珠つけたりしてたんで。こんなやつ見た、はい、見た目怖いけど、こんな僕じゃないと。実は、引っ込み思案で何も本当に話せないような、自己表現ができないような子供だったんだと。だから、それを守るためにこんなやってんだっていう話をしたら、なんかそこにいた女性が一人、いらっしゃったんですけど、その人が、もう僕の中の本当にどす黒いというか、もう苦しくて苦しくてしょうがない意見を言ったときに、うん、え？たったそんだけって言われて、はいはいはい。ああみたいな、僕の中でなんですかね、本当にお仏じゃないですけど、うん、もう誰にも見られたくない、隠したくない、隠して隠してしょうがなかったものって、人から見るとこんなに大したことないんだっていうことに気づいて、うん、うんうんそれはすごい大きな気づきでしたね。うわぁ、それ、いや、ね、ちょっとこれ後半に言いたいんですけど、俺全く一緒なのよ、はい、そこ。全く一緒。ちょっとこれ後半また深掘っていきましょう。はい。はい、まず一旦こうね、CM に入ろうと思います。風間さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いに、もらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ、それは深層筋の強いコリが原因かもしれません。
北京道首里伊豆治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京道へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。スポットライトが強度に当たるなら、それぞれの使命を果たす時ださ、羽ばたけ、どこまでも。アクティングコーポレートソング、スポットライト by ローカルコネクト。さて、後半に入りましょう。前半はね、いや、ちょっと面白い話を門井社長、お話を聞きさせていただいてありがとうございます。まあでも、あれですね、その研修で、まあ、なんて弱い自分なんだと、その弱い自分を鎧をね、こう着るかのように隠してたっていうふうな自分があったところ。で、それを実際ひた隠してたのに、ある人から、そんなことと、っていうふうに言われたことに関して、こう、愕然したと。はい。ですね。で、そこで、はい、まあ、ターニングポイント。まあ、いくつかターニングポイントありますけど、そのターニングポイントがあって、どういうふうな気持ちに変わっていったんですか、そこから。あ、要は。そうですね。まあ、その研修の中でいろいろ気づいたのは、さっき話したみたいに、もっと自分はありのままで生きていいんだって思えたこと。ありのままで。すごいな。はい。はい。なので、本当になんか服の種類から好きな、ものの種類とか、もやは本当にそれこそ黒とか茶色とか暗い色しか着れなかったんですけど、うん、まあちょっと明るめの色が着れるようになったりとか、本当に大きな心の変化と、うん、あともう一つは、本当にこのままでいいのかっていう気づき。このままでいい人生、うん、はい、人生生きてて、こう、会社に雇っていただいて、もうその会社もものすごいいい会社さんだったんですけど、とはいえ、このまま僕がの使命じゃなくて、この会社の理念とかを叶えるためだけに生き続けてていいのかな、僕は僕のやらないといけないことがあるんじゃないかなとか思い出したのが、そのタイミングぐらいですね。え、そんなこと思う？普通。会社行ってて。思いましたよ。25の時に思いました。11年前ですかね。はあ。いや、だからやっぱそれが、いい、僕門江ちゃんは、あきちゃんはこう大好きで、で、1年前ぐらいから会ってるんですけど、やっぱね、その、なんかね、すごいこう、1年前と今とやっぱ全然違うんですよ。で、その違うところは何が違うかって言ったら、多分気づきが多いんですよね、一つのことに。ありがとうございます。7つの習慣ボードゲーム、ね、あきちゃんも推奨していただいて、今、同友会さんとかね、いろいろなところにさせていただいてますけど、はい、けど、やっぱり一つのものをこう受けても、どういうふうにこう気づこうとするかとか、何を得ようとするかっていうのが、半端ない。多分お会いした中でも多分、5本の指に入るんじゃないかなと思う。本当に。嬉しい。ありがとうございます。という人たちが、まあ、じゃないかなと思うんですよ。で、僕みたいに会社が廃業になったらわかるけど、何かその、このままでいいのかって思うような、まあ、有料企業さんね、働いてらっしゃったと思うんですけど、なんかきっかけはあるんですか？その、自分がやりたいこととかっていうのことってパンと思わないじゃないですか？そのビジョン。そうですね。あります。すごいあります。で、まあ、一番何の部分かな？何ができたか、何で一歩前に進めたかっていうと、うん、この、オンデーズの田中社長の、ブログ、まあ僕、この、沖縄の大手メガネ屋さんだったので、オンデーズの田中社長が一応、まあ、ライバル、じゃあライバルじゃないですか。で、それで、この、オンデーズの田中社長のブログを読んでる時があったんですけど、ものすごいいろいろこの、感動する内容もあったんですけど、その中に一つ書かれてたので、なんかこの、急な変化は無理だって書かれてたんですよ。おー、はい。多分、伊達さんも多分思われてると思うんですけど、そうですね、この、はい、一歩前に進むためには、じゃあこのなんか、じゃあ明日から会社やりますみたいなのは、今まで会社で雇われてて、急にやりますとか、じゃあ今から明日エチオピア行きますみたいなのは無理と。うん。まずできることは、毎日同じ道を通らない。毎日同じジュースを買わない。みたいな、ちっちゃな変化をどう積み上げていくかって言われたことの、見て、それから本当に、道を同じ通勤ルートで行かないっていうところからスタートしました。別に、こんなんじゃなくて、こう行ってたの、ちょこんと回るみたいな。このちっちゃな変化を積み重ねていって、
ったっていうところが結構今このおっしゃっていただけるような大きな気づきとかもできるのは多分本当にちっちゃなちっちゃなちっちゃな積み重ねだと思ってます。すげえ。いやでもそうなの、やっぱりその継続に失敗する、まあね、継続の本も実際書いてますけど、継続に失敗するのって明確な目標があって、で、そこに対してたどり着きたいっていう時って、大きな変化をしようとするんですよね。うん。今チャンス変化みたいな感じにしたいってなると、けど変化イコール危険ってやっぱ脳が思うんで、うん、だから動けなくなるんですよ。やってみたけど、うん、ああ、やっぱ無理やんみたいな。うん。でも、その道もそうなんですよ。俺もそう。ちょっと行き方がね、これなんだろうな、この道何があるんだろうな、みたいな。うん、ってなったら、いろんなこうね、こう気づきがあったりとかするじゃないですか。うん、はい。で、そういう道を変えていったりとか、ちょっと視点を変えていったりすることによって、なんかちょっとずつ変わってきたっていうことなんですね。そうですね、そうですね。ああ、なるほど。で、その会社を結果、まあ、辞めることに実際になったと思いますけど、その辞めるっていうのって、はい、いや、でも相当だって勇気いるじゃない。サラリーマンでやってて、優良企業さんって。うん、はい。それよりも辞めるっていうふうな気持ちが勝ったですね。そうですね。これは何かって言われて、やっぱりそのちっちゃな変化を積み上げてきたっていうところと、もう一つは、なんですかね、やりたいことがなかったんですよ。なかった。夢も、はい、やりたいことがない、夢もないっていう時に、まあ、ただ気づいてはいるんですよね。何か自分の人生の使命を何か全うしなきゃいけないから、何かやらなきゃいけないって思った時に、うん、この、まあ、後ろに今背景は、まあ、ズームじゃないと見えないと思うんですけど、うん、この、後で、Facebook とかから飛んでいただいて、ラジオの方は見ていただいたらいいと思うんですけど、この、古民家を借りるようになったとかっていうところの背景っていうのは、好きなことを、うん、やった方がいいよ。なんで、あなたが今、なんですか、やりたいことは目標はないかもしれないけど、あなたが好きなのって何なの？釣りとコーヒー焙煎が好き。うん、なんでそれが好きなのってすっごい言われたことがあって。なんで、うん、いや、釣りって釣れたら楽しいじゃん。いやいや、それはわかるけど。でもなんで、うん、そのなんでの理由をものすごい掘り下げられて。で、うん、僕は僕が触ることによって変化があるものが好きなんですよ。うん。それこそ僕が伊達さんと関わることによって、伊達さんの人脈が増えたりとかすると、僕はそれはすごい僕にとっても喜びなの。で、それがお仕事になったりとか、それが明るい方向に行ったりとかすることってものすごい僕にとって喜びなの。うんうん、なので今は正直釣りとかは全然やってないですけど、僕にとっての喜びの原点っていうのは多分僕が触れることによって変化があるものなんですよね。だから、はい、それをやり続けてたら、この古民家も別に借りたかったんじゃなくて、そういうちょっとずつの変化をしてたら、向こうの方から借りる人探してるんだけど借りないかとか。うんうん、で、この会社も、こういう会社をやろうと思ってるんだけど、やらないかみたいなお話を少しずついただいてたので、うんうんうん、そこは本当に、ただ自分が好きなことをやり続けてたら、そこから使命にも出会ったし、はい、今後やりたいことも出てきたっていう。だから多分目の前にある好きってものすごい大切。で、意味があることなんだろうなっていうふうに思ってます。はあ、すごい。もうあ、ブラーボー。いや、全然全然。いやいや、でも、やっぱりでもそういう、まあ多分もともとそんな感覚とか感性とかっていうのが多分ある人だと思うんですよ。いや、本当に本当にある人だと思います。じゃないと多分ね、ずっと多分一つのところでやってると思う。25歳で何か気づくってやっぱすごいなと思うんですけど、まあちょっとそこの中身はね、また今度スピンオフで、まあ飲みながら対談みたいな感じもね。あ、いいですね。はい。インスタライブしましょう、インスタライブ。松本中井みたいな感じのね。あ、最高ですね、それ。楽しそう。と思うんですけど、その今、言われたね、一歩ずつこうやって進んでいって、今後やりたいことも見つかったって話なんですけど、今後、門井さんがこうね、やっていきたいことって、どんなことしていきたいっていうことってあるんですか？そうですね。僕の使命が人の喜びを共に喜び、人を明るくすることを我が使命とするっていう理念があるんですけど、はい、使命ですね、うん。で、その中で、まあ、今この、それこそ古民家の周りとかだったら、今どん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 農業が衰退してきてるっていうところもあり、まあ年内、今700坪ぐらい一応お借りすることができてるんですけど、年内にこの1000坪を目標にこの畑
を、拡充して、まあ、できるだけ農薬とかを使わない、肥料もできるだけ自分たちで作るっていうような状態で、この作物を作って、より安心安全な食べ物をいろんな方々に届けるっていう作業を、まあ、今後自分の使命としては一つやっていきたいと思ってます。あとは、今みたいにこの伊達さんとおつなぎしてるみたいに、まあ、ウェブと SNS とかを使って、ちゃんとそういう、伊達さんの僕、このいろいろセミナーを受けさせていただいて、ものすごい気づきがあって学びがあるので、そういう人たちを、なんですかね、こうやって人脈を直接おつなぎすることもできると思うんですけど、SNS とかを経由で出会うっていうのもすごい、ものすごいなんですかね、偶然というか、でも必然だと思うんですけど、っていう人と人をおつなぎするっていうもののツールが SNS とかホームページだったら、そういったところから人と人をおつなぎするっていうことを今後も継続していきたいなと思ってます。なんか、ちょっともう一回ゆっくりあれ教えてくんない？人のために、あ、人の喜びを共に喜び、人を明るくすることを我が使命とするですね。もうなんか、俺あれだもん、一番初めに決めた座右の銘が、逃げない、嘘つかないだからね。もう全い然レベや、ルが違うから、本当違う、それも素敵だと思いますよ。に。いや、でもありがとうございます、本当に。ありがまあ、とうでごもざいね、ます。そんな、門脇ちゃんですので、まあ、ぜひつながっていただきたいとも思いますから、まあ、YouTube とかの方でね、門脇さんのそのインスタとか、Facebook とかつなげておこうと思います。さあ、そして最後にですね、ご紹介、笑っていいともみたいにご紹介していただきたいなと思ってるんですけども、どなたを紹介していただける方なんでしょうか、門脇さんから。ですね、赤丸荘の座間味亮さん。沖縄で、味噌とか醤油を作られてる、大きな会社の社長さんをご紹介させていただきたいなと思ってます。嬉しいです。りょうさんね。りょうさんは今度10月15日の、ご登壇実際になりますんで、皆さんね、ちょっと見逃しなく1ヶ月先ですけども。そして、来週のゲストはですね、マイマイシーサーの加藤かな子社長になりますので、またね、この人もね、内地から来て面白いね、今、ことやってらっしゃいますので、ぜひね、来週も期待していただければと思います。さて、早いものでですね、もうお時間となっちゃいました。今日もあっという間の30分でございました。加藤さん、本当にね、もう面白い話っていうかね、いろいろこうね、貴重なね、お時間をいただきましてありがとうございました。そして、ありがとうございごま出す。演いただきありがとうございました。ありがとうございます。はい、今日のゲストはですね、合同会社アンドン代表の、門脇明子さんでございました。これからの活躍もね、お楽しみにしていただきたいと思いますし、また皆さん、今日門脇さんのお話から一歩進むとか、ちっちゃな一歩っていうことをね、変わっていくことによって、何か大きな道が開けていく、そんなこうきっかけにしていただければと思います。ということで皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。伊達ちゃんでした。あきちゃん、ありがとう。ありがとうございました。はい、失礼します。失礼します。